藤もたかいです。1位の実力、圧倒する独占力、強者の戦略。これからこの本を音読していきます。王者になったら360度作戦へ切り替え。一旦王者になったらトップ企業の360度作戦で全方位を守り固めなければいけない。どこも食いちぎられないように守りを固めるのがまさにトヨタのやり方で、トヨタは見事にそれをやり遂げた。製品のラインナップを見ても穴がないのがトヨタの特徴だ。軽自動車は弱いとなればダイハツを買収して傘下に収め、トラックやバスは連結子会社の日野自動車がカバーしている。ハイブリッド車に続く次世代エコカーの主役がトヨタが主導していた燃料電池車になるか、電気自動車になるかわからないが、トヨタは最近になって燃料電池車一辺倒を改め、どちらにも触手を伸ばしている。仮に電気自動車が主流になって自社技術が間に合わなくても、トヨタは電気自動車メーカーを買収して自社のラインナップに加えるのではないか。それが王者の戦い方だからである。実際にこういう強者の戦略っていうのを見てみるとね、どうしても自営業者の人ほど実は弱者の戦略ではなく強者の戦略をやってる傾向が私には見て取れるんですよね。それが顕著なのがフリーペーパーに載せる広告だったりするし、イベントもみんな強者の戦略をやってるかな、から弱者が強者のことをやってるわけだよ。ほとんどの売れてない企業もしくは個人営業主というのは、売れてない人ほどもしかしたら強者の戦略をやってる傾向があるので、そういう意味でもこういう本を読んで強者の戦略、弱者の戦略両方考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。